絶の恐れがある野鳥の大鷹が住む環境を守ろうと、子供たちが暖かい苗を植えました。食事は全国有数の大鷹の繁殖地になっている栃木県北部の那須野ヶ原で保護活動を続けている NPO 法人が毎年行われています。今日は栃木県内や埼玉県から11人の小中学生が参加し、那須野市の国有林で大鷹の親鳥が卵を温めていることを観察しました。夏冬の地などの影響で木が枯れてしまった場所に大鷹が巣を作る赤松の苗。